市の皆様をご紹介いたします。青森市長、小野寺吟子。はい、よろしくお願いします。ラインメール青森 FC、 神山隆一選手。よろしくお願いします。石澤義樹選手。広瀬智之選手。よろしくお願いします。甲子と正弘選手。よろしくお願いします。それでは主催者を代表しまして、青森市長小野寺吟子よりご挨拶を申し上げます。はい、青森市長よろしくお願いいたします。はい、皆様改めましてこんにちは。青森市長小野寺吟子です。今日はラインメール青森 FC の選手の皆さんとのトークショーということで、お時間を選手4人の選手に頂戴いたしました。ありがとうございます。本来は神山選手の人気を持つすれば会場いっぱいになるんですから、たくさんの皆さんと一緒にトークショーやるんですけど、コロナウイルス対応ということで限られた人数でやらなきゃいけないということがありまして、でもその代わりオンラインで配信をする形で、施設の PR も含めて皆さんにお話をお伺いできればいいなというふうに思っております。この今日の来ていただきました駅前スクエア青森市役所1階でございますけれども、本日から10月19日日曜日までですね、駅前スクエアこの場所で、ダイメール青森市さん、そして青森ワッツをご紹介するパネル展を開催するということで、このトークショーも、その PR 記念一環ということで開催をさせていただいております。JFL、いよいよ佳境ということでございます。10月18日日曜日、今週末ホーム戦ということで奈良クラブさん一戦を交えるというふうに伺っています。あとは天皇杯もあるというふうに伺っています。10月、翌週28日水曜日、岩手県内の富士大学さんと対戦があるということでございます。ちなみに10月18日のホーム戦にはですね、J リーグの OB になります城彰二選手がご来場されて、ウォーキングイベント、またラインメールの新しいダンスというかも発表されるということですので、ぜひお集まりの皆様、会場はですね、すいません、各広グループアスレチックスタジアムでございますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと。10月18日日曜日ということでございますので、応援いただきたいと思います。次にラインメール青森 FC、 今期の目標は JCC 昇格ということでございますので、まだまだ諦めない戦いを期待して私からの挨拶をします。本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここからは小野寺市長に進行をお願いしまして、選手の皆さんのお話を伺いたいと思います。小野寺市長よろしくお願いいたします。中断ですけど、していただいて、ここまでの戦いよりまずはリーダーとしてご紹介いただけますでしょうか。そうですね、まず序盤はなかなかチームとして結果が出なくて、苦しんだんですけど、今はだいぶそのチームとして戦いは安定してきたので、あとは最後のところ勝ち切れるっていうところで勝ち点が拾えてないので、残り何試合、やっぱりまずは勝ち点3、もう本当に全勝する気持ちでやっていかなきゃなと。2勝3敗3負けということで、まさにこう勝ちきれない難しい試合が続くわけですけど、神山選手ゴールキーパーでいらっしゃいますので、後ろから見てというか、
チームのさらに後半戦向けてここを強化してというポイントをどのようにご覧に分析されているかぜひ教えてください。そうですね、守備の方がだいぶ安定してきたので、あとはやっぱり攻撃の部分で、はい、点を取るっていう部分で、やっぱ後ろからもそうだし、やっぱ人数をかけて攻撃するっていう部分が、まあ、やっぱ少し足りてないと思うので、そこをやっぱしっかり強化しなきゃいけないのと、あとはやっぱりセットプレーですよね。コーナーキックとか、フリーキックで、やっぱり点取るチームがやっぱ勝ちきれるチームだと思うので、そうですね、はい、そこはやっぱり自分たちの足りない部分かなと思ってます。まあ、リスクを取らないと攻撃はなかなか成立しませんので、勝ちきれる試合を、ね、次の奈良クラブ戦では期待したいと思います。セットプレーでは背の高い選手もターゲットマンもいっぱいいますので、期待したいと思っています。席順にちょっと、まずサッカーの話を聞いていこうと思うんですが、そこではまずは石澤選手、石澤選手も私去年も東北賞をやらせていただいて、まあ、そういう意味ではもう東北はベテランでいらっしゃいますので、ぜひまず今季なかなかねもどかしい試合続きますけど、ビルドアップ担当する部分でいろいろ思うところもあると思いますけど、石澤選手、今季どのように戦いぶり、自分、我がチームご覧になっているでしょうか。いや、まあ、ちょっとなんかもどかしいというか、そこまでエネルギッシュに戦えてないかなというのがあります。はい、そうですね、まあ、ディフェンストロークということで、守備を中心にね、チームメイトと練習されていると思うんですけど、後半戦向けて、ここを強化しなきゃという話は、ぜひ、神尾さん同様に、石澤さんからも教えていただけるといいなと思います。いや、まあ、もう、ディフェンスが関係なく、全員が、まあ、点を取るという気持ちを持てれば、勝てると思います。そうですね、さっきセットプレーの話もありましたけど、石澤選手が、ぜひ、ディフェンスラインからの攻撃参加みたいなのもあると思うんですが、その辺、ポイントですよね。そうですね、セットプレーもね、はい、ぜひ得点シーンで石澤選手が目立つことを期待したいなと思っておりますが、ぜひ出番を作っていただいてというふうに思っております。ありがとうございます。まずは、一巡お話を聞いてみようと思いますけども、広瀬選手、はい、はい、今シーズンの戦いぶり、やはり同じ、後ろから、ね、組み立てていくポジションですけど、どのようにご覧になってますか。最初の方は失点も多くて、チームが、チームを後ろから支えることができなかったので、それを、立て直して、今は失点を抑えることができているので、あとは気持ちを前面に出して、あと攻撃の面で点数につなげることができれば、またチームもよりいい方向に進むんじゃないかなと思ってます。そうですね、ちょっと、6点取られた試合とかあったので、ちょっとこうサポーター的にはなかなかね、大敗する試合って見てると辛い部分はありますけどね、後半戦では少しこう、さらに得点シーンの方が多いことを期待したいと思います。ありがとうございます。で、星野選手も、では、今シーズン、戦いぶり、ご自身のチームですので、ぜひ、こんな、思いですよと、ぜひ教えていただければと思います。6失点の試合、自分です。すいません、下まで。まず、勝ち切れる試合を引き分けで終わったり、負け試合を引き分けにできたりとか、そういうのをして、引けたら、もう勝ち点全部全部いけると思うので、まず今、守備安定してるので、もちろん中盤、ボランチやってるんですけど、まあ、守備も大事しながら、まあ、攻撃にも参加できたなと思っています。後半戦、こう勝ち点増やしていく鍵っていうのは、どんなところにあると、星野選手、見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、自分、本当、守備系のボランチなんですけど、前に背の高い選手が来て、スプレー選手がいるので、そこから来て、また自分もサポートして、前に加えていけたら、とてもチャンスが生まれるかなと思います。うん、そうですね、ぜひ起点になってね、こう攻撃を組み、ボランチですね、組み立てていければありがたいなと思っております。まあ、トークショーですね、まずはサッカーの話をしなきゃと思って、各それぞれ、ポジションごとにこう自己チームの分析をしていただきましたけれども、まあ、本来はサッカー番組じゃないので、もうちょっと柔らかいトークの話をするのが、どちらかというとこの駅前スクラムのトークショー恒例になってますので、ぜひ星野選手に今度は逆向きに当てていこうと思うんですけど、星野選手はアポリ
加入されてどれぐらいになりますでしょうか。2年目です。ちなみに青森のこうおすすめスポットみたいなの見つかったらぜひ教えてほしいなと思ってます。ただ食べ物です。いや、海鮮は本当美味しいと思います。あ、そうですか。はい、はい、ちなみにお寿司も結構食べられますか。はい、結構、はい、食べます。うん、あのおすすめのネタとか。サーモン。サーモン、はい、あ、タイ、タイです。ありがとうございます。青森が今どちらも力を入れているものです。あ、サーモンは養殖がね、いっぱい、あの青森津軽海峡のサーモンとか津軽半島でもサーモン養殖始めて、あの輸入物も美味しいんですけど、あの青森産のサーモンも今どんどん出てきてますので、ぜひあの青森のサーモン PR 担当として、でぜひホスト選手といえばサーモンということでお願いしたいなと思っております。ありがとうございます。ちなみにお好きなお店とかお寿司屋さんとか見つかりました。マスカとか。マスカ近いですね。はい、回転もしますけど、しないもあります。回転寿司を普通にお人さんの食べることもあるんですか。あ、全然あります。あ、そうです。ちなみに何皿ぐらい召し上がるかも聞いていいでしょうか。大体10ちょいぐらいですか。10ちょい。はい、スポーツ選手にしては少ない方が。本当ですか。なんか神山選手では多分30皿ぐらいですけど、そこはちょっとまあホスト選手らしく控えめなボランチということで、はい、趣味的ボランチらしい上でありがとうございました。はい、すいません。はい、じゃ逆順に当てると言いましたんで、今度は、広瀬選手お願いします。青森の魅力というか、おすすめスポットみたいなのが見つかってきたようでしたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。あの、何でしたっけ、青い森公園でしたっけ。はい、はい、海の近くの青い海公園でしたっけ。はい、あそこの村。あ、そうですか。はい、すごい好きです。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ちなみにどの辺が海好き。会場から微妙な笑いがあるんですよ。海と、はい、山も見えますし、はい、街並みも見えて、はい、空気も綺麗で、はい、船も見えて、はい、じゃないですかね。あ、ありがとうございます。青森市長ですから褒めていただくの嬉しいので、はい、あそこは今結婚式のメスポット、フォトスポットなんかにもよく使われるようになっていて、非常に、まあ、あのテレビの撮影とか CM もありますけど、そういうなんかこうロケーションもだいぶ整備して、今度はもう駅前に砂浜ができますので、あの青い海公園に、まあ、これまでは、ね、どうしてもこう護岸工事してありましたけど、ワラセというあのネプタミュージアムの裏に今砂浜の整備を青森県がしてまして、さらにあの泳げる場所になりますので、はい、ぜひあの青い海公園担当としてまた PR をしていただければと思います。ちなみにご自身でもあの歩いたりされること、デート的なこともあるんですか。デートですかね。僕はよくチームメイトと砂浜に行くので、チームメイトデュートをしてみたいですね。はい、おはんかいとありがとうございます。はい、あのぜひそういうデートスポットとしても有名ですので、ぜひご利用いただければと思っています。はい、ありがとうございます。では吉澤選手、同じ質問になりますが、青森、ね、ライベル青森 FC アメいただいて、いろいろ歩いていただいたと思うんですが、おすすめスポットぜひあれば教えてください。ちょっと隣と被ってしまうんですけど。被ったんですか。被ってはないです。はい。あれですか。あの海に出て行ってる歩道橋ベイブリッジ。そうです。どっちですか。で歩く方、車の方。いや違います、ベイブリッジ。ああ、車で、あの大きい橋かけられる。違うですね。違うですか。あのアスパの裏の海の方これ、オンラインで伝わってますかね、この方の人の方ですか。はい、だから不当にこう海に突き出ていくのを八甲田丸とかに抜けていくんですか。あ、ですね。ですね。ありがとうございます。ちなみにこう海も結構好きでいらっしゃるんですか。そうです。海大好きです。やっぱりその辺は湘南出身なんで。いや、もう、はい。海の、はい。ちなみにこう誰かと一緒に歩かれることもあるんですか。そうですね。チームメイトとかと。行きます。アイメルの皆さんって結構みんな硬いですね。どうなんですか。内田選手、このメンバーで一番年下でいいんですね。はい、ですね。だからもうちょっといろいろ遊び歩いてらっしゃるイメージなんですけど、結構真面目に。そうですね、遊び歩いてます。そうですよね。そういう
そういうところを教えてほしかったなと思ったりして、やっぱりあの先輩にかぶったらいけないと思う。ぜひあの普段遊んでるスポットも教えてください。普段遊んでるスポットですか？はい。スポッチャとかそういう感じですか？いや、行かないですね。どんなところで遊び、土日とか、まあ土日は試合ありますけど、オフでお休みだよってどこに行くんですか？いや、外出するとしたらでも海行くか。はい。ユニクロ？ユニクロ。ユニクロ好き。ユニクロ行きます。ちなみにユニクロでは何を、まあ、靴、あ、ごめんなさい、T シャツ見るとか、まあ、ジャケット好きとかいろいろあると思いますけど、その辺が。それはちょっと難しいです。全般。全般。最近買って当たった服。いや、これちょっとつまんないんですけど。つまんない。はい。ヒートテックですね。ヒートテック。魔法で、魔法であれですね。あの、オーソドックスな商品ですね。でもヒートテック、機能的ですよね。はい、これから青森の冬にはぴったりですね。はい。あと、ぜひもうすぐユニクロの CM、あの、来ると思いますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい。ありがとうございます。やっぱりあのそこは最後神山選手にトークを頼ってしまう時ですが、神山さんぜひ青森のおすすめスポットをお願いします。青森さん、はい、僕はそんなにまあ一人で来てて、まあ、出歩くことはそこまでないんですけど、はい、まあモヤヒルズとか、まあ、自分めちゃめちゃアウトドアじゃないですか、はい、あのいやいや、まあ、家族で来た時とか、さすが、はい、あとその時にまあやっぱりヒルズサンダーやっぱりちょっと怖かったです。取っていただいて、はいはい、楽しかったです。神山選手入りますか？大丈夫ギリでしたね。ギリ、はい、ちょっと若干そうですよ、はいはい、若干子供用なのでそうですね、ギリです。子供と一緒に乗ったんですよ。そんな OK ですけど、はいはい、あとはやっぱりちょっとお土産買いにアスパンとか。ああ、ありがとうございます、はいはい、ちなみにやっぱり大阪に買って帰るお土産、青森のお土産ってどんなのか。そうですね、もうこの前アスパム行ってちょっとあの家族に送ったのはリンゴジュース。あ、リンゴ、オーソドックス。はい、はい、そうですね。あと何ですかね、まあ、リンゴを送ったりとか。やっぱり青森、はい、そうですね、やっぱりあの鉄板ですけどね。全然やっぱり違うって、リンゴ美味しいって言われたんですね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱり関西の人だから、なんかもしネタ的なものを送るのかなと。ネタ的なものなんかあります？いや、最近あの、ホヤのランプできたじゃないですか。ホヤランプ知ってます？どうかな？アスパムって言ってるんですけど。本当ですか？ホヤってあの、海鮮生物のホヤですけど、はいはい、あれにこう、振り抜いて中電球入れて、はい、そうするとこう、なんていうか、キモかわいい系になるんですよ。すごい人気がある。いや、じゃあ次ちょっとそれを、ぜひ。なんだこれって多分なるんですよね。あの、ネタ的にぜひ使っていただいて、はい、ぜひ使わせていただきます。あの、僕のおすすめスポットを紹介してもしょうがないんですけど、はい、大変ありがとうございます。では大変あの皆さんに青森のスポットをお伺いしたんで、ご自身の出身、ちょっと私もさっき少しね、あの触れながらお話したところありますけど、神山選手、あのせっかく大阪、堺でいらっしゃるんですよね。そう、出身は、はい、堺ですね。大阪もまあいろいろね、激動で今、あの激動の今選挙中ですけど、大阪堺のおすすめみたいなのぜひ PR。 大阪の堺のおすすめですか？神山先生にぜひ聞いてみたいことがあるんですけど、はい、あの好きな関西弁聞いてみたいんです。好きな関西弁、この間青森アーツの特集でやった時に、好きな津軽弁とかあのご出身地の方言を聞いたので、ぜひ神山選手ならこういい、なんかこう関西弁で、好きな関西弁、はい、関西弁と喋ってとか言われないですか？いや、あんまり、やっぱ怖いから。いや、出ないんですよ、多分。出ないですか？で、まあ、普通に多分出へんなとか言ったら、今関西弁です。まあ、関西弁、なんでやねんっていうのが一番、まあ、シングルそうですね、シングルで使うんですか？いや、全然全然、はい、なんかまあ、やっぱり、まあ、本来はね、鋭いツッコミとかしたいんですけど、そうです、ね、まあ、やっぱ面白い人がいないんだよね、チームそれは、はい、僕もあの今日のオンライントークだから、ね、それはね、はい、あの実は坂井社長にも熱く訴えてて、あの持ち芸が面白い人ぜひ入れてください。そうですね、やっぱホースト選手がもっとね、はい、やっぱ面白い、できると思うんですけど、ね、ちょっと
まあ、殻をかぶ、まあ、なんか破ってくれないっていうか。ああ、そう、いや、そうですよね。なんか、やっぱキャラ立った人必要だと思う。はい、トークショーですけど、真面目な話、ぜひ。やっぱこの4人で一発で、やっぱ広瀬選手が、はい、本当にすごいの持ってるんで、そうなんです。これをもう、ぜひ後でやってもらいたいなと。だいぶハードル上げてきましたけど、大下選手、じゃあ行きましょうか。あの、大下選手、あの、ちなみに、こう、ご出身、栃木でよろしくお願いします。栃木です。はい。栃木ですよね。栃木弁、こう、喋って的な。いや、出てないと思うんですけど、まあ、なまりが結構栃木激しいって言うんですけど、U 字工事って言うじゃないですか。言います、います。あんなにはなまってないですよ、さすがに。あ、そうですか。はい。あれ結構持ってるんですけど。ああ。でも、なんか、栃木弁喋ってって言われたら、どう喋るんですか、さっきの。金山さん、なんでやねんって、まあ、やっぱね、関西とか。なんとかだべとか。まあ、だべとかさみたいな。あ感じだと思います。なんとかダメだと、あの青森の人は使うんで、いや、そうですね、あんまり変わんないというか。多分似てると思うんですよ。そうですよね。はい、でも、栃木の人ってみんな U 字工事みたいに面白いんですよね。U 字工事みたいに面白いです。面白いですか。一発芸があるんですよ。一発芸。持ちネタなんかあるんですか、モノマネ的な。モノマネはないですけどね。モノマネはないです。いや、ないですけど、だから一発芸お持ちでしたら、ぜひ。オンラインで世界に発信しますんで。いいですか。ありますか。あ、神谷さん、なし、特にないけどさ。あ、そうですか、やっぱり、そうですか。やっぱり広瀬先輩が、広瀬先輩、そこはまた振り込み合戦になってますけど、大丈夫でしょうか。いい、あの、星野選手、あのキャラは、キャラは持ってるそうなんで、ぜひ殻を破っていただいて、プレーもそうですけど、キャラでも殻を破っていただいて、はい、いいなと思って、はい、栃木の PR もぜひしてください。栃木も餃子は有名なんで。あの、普通に宇都宮出身でいいんですか。違います。どこなんですか。益子です。益子焼きの益子。あ、そうです。あ、そうですか。はい。ちなみにやっぱり益子のアピールすると焼き物だと。いや、私もそれしかないです。それしかない。益子焼き、それしかない。はい。ちなみに益子焼きのいいところを教えてください。益子焼きのいいところですか。はい。あの、自分でも作れるんですよ、益子焼き。はい。で、自分のなんか形、自分の思ったような形のコーヒー作れるので、あ、それがいいと思います。ちなみに放送選手、自分でそれ益子焼き持ってきたマフカップがなんかあるんですか。あ、ないですね。ないですね。どうしましょう。ぜひ次回、あの、ネタになるやつ持ってきていただいて。持ってきます。はい、ありがとうございます。すいません、無茶ぶりをいたしました。全然大変、申し訳ございません。あの、広瀬選手、あの、そんな放送選手を助けていただいて、広瀬選手はでも、あの、大谷室蘭、はい、黒田監督、青森山田と、はい、黒田監督の、ね、直系というところですね、はい、あの、室蘭、北海道の PR、ぜひ観光大使を目指して PR していただけるという。じゃあ、すごい個人的なことなんですけど、はい、実家が農業をやってまして、はい、なので、自分ちの野菜をじゃあ PR しよう。大きいですね。ちなみに、どんな作物を。米、名目は青天の霹靂じゃないですね。あ、じゃないですね。どんなやつを作るんですか。ちょっとそれは分かんないんで聞いておきます。自分で振っておいて、はい、そうですか。あとは何か作ってないですか。いろいろ、じゃがいもとか、じゃがいも、かぼちゃとか、とうもろこしとか、あ、いろいろ作って。じゃあ、そんな農家出身の広瀬選手はやっぱりどの野菜が好きみたいな、そういう。トウモロコシ。トウモロコシ、はい、今言った中に入ってないじゃないですか。トウモロコシ、やっぱり北海道のトウモロコシ美味しいですよね。はい、はい、あと青森にも嶽きみという有名な。食べました、美味しかったです。それからバサラコーンという青森、浪岡にもあるんですけど、トウモロコシ、青森のと比べてやっぱ北海道も美味しいですか。北海道の方が美味しいですね。北海道も美味しいですか。力強く言ってくださいましたね。ありがとうございます。一応青森市長なんで。ありがとうございます。すいません。でも、あの、トウモロコシ農家だっていうのはちょっとすいません、私存じ上げなかったような、はい、こう親近感が急速に湧きました。はい、ぜひ、あの、今度は、あの、ご実家の野菜 PR の中で、あの、そういう青森も今、農産物の、はい、青森産品の PR 一生懸命やってますんで、農家ネタでぜひ一度絡ませていただいて。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、黒田監督に曲は取っておきましたので。あ、黒田監督にですね。あの、この間一緒に飲んだんで、ちゃんと広瀬さんの今度特集をやるって許可取ってきました。はい、よろしくお願いします。何度もやります。ありがとうございます。では、石澤選手、満を持して、石澤選手ご出身は湘南、さっきちょっと
振りましたけれども、神奈川の PR というか、いいところをぜひ教えてください。いいところというか、まあ、海だと思います。さっきも海とおっしゃってましたそうですね、はい、湘南の海にはこういうところが、まあ、日本を代表する海ですけど、いやけどやっぱあの砂浜がずっと続いてるんで、はい、なんか気持ちいいなっていう。アウトドア的なこともするんですか？そう、自分はしないですけど、周りはみんなサーフィンやったりとかしてますね。あ、サッカー選手だからなんかサーフィンとは言いませんけど、なんかね、海でいろいろアクティビティとか。まあ、けど、そうですね、中高はもう砂浜でトレーニングするみたいな。サッカーのトレーニングとして砂浜を使う、はい、海があるんで、はい、ベルマーレユースの名物の役者ですか？そうですね。そうなんですね。まあ、その辺がこう強さの秘訣かもしれないということでね、はい、まあ、まあやっぱりあのなかなか神奈川弁とか湘南の言葉って作りづらいと思うので、こういうのはやっぱないんですね。ないと思います。そうですよね、はい、すいません、ないところ掘り下げてしまって失礼しました。はい、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、あの皆さんにご地元の話をした方が、あの地元の観光大使のネタが来るかなと思って皆さんに振らせていただきました。はい、すいません、若干のフォースト選手に無茶振りをしたので、あのフォーストファンの皆さんお許しいただきたいと思います。はい、それでは時間もちょうどいいぐらいに実はなりまして、皆さんにぜひ、まあ、残り7節になりますかね、手の前も含めてですけれども、まあ、今後の方向をぜひ最後に皆さんにサッカー選手らしくいただいて、締めたいと思うんですが、やっぱりフォースト選手からいきましょうか。こっちから、はい、ここからの抱負というか、レギュラーダッシュも含めて、まだまだリーグ戦もう半分切ったんで、上位とはまだ勝ち点、全然追いつける勝ち点差なので、ここからまた全勝のつもりで戦っていくので、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大塚選手、ちなみにこうやっぱりボランチとしてレギュラー、ライバルもいっぱいいますよね。はい、はい、ちなみにこう後半、まあ、レギュラーに向けてこう何とかライブを蹴落としていく、まあ、チーム内の争いですけど、確か意気込みというか、ぜひ その辺をこう一言もらえると、コーストファンのようになります。練習しかもやるしかないので、はい、練習が 100% で臨むだけだと思います。そうですね、はい、ぜひあの栃木魂でよろしくお願いします。はい、はい、あと一ネタぜひ今度また用意していただいて、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では広瀬選手、まあ、後半戦向けてということで、まずは一言報告いただければと思います。さっき豊昇選手が言ったように、まだ上とは、追いつける勝ち点であるので、チームでまとまって、試合、リーグ戦が終わった後に、ここでお祝いしていただけるように、全力で戦っていきたいなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。お祝いの時はトウモロコシ出してもいいですね。あの、なんとか言っとくんで、北海道から取ってきます。あ、本当ですか。はい、じゃあ食べ比べイベントかな、はい、やりましょう。はい、マサラコントだけ君と、はい、北海道の広瀬県のトウモロコシ、はい、どれが美味しいか、よろしくお願いします。キキトウモロコシやっていただきますので、はい、よろしくお願いしま す。はい、ありがとうございます。それぐらいでみんな約束していきますが、全部オンラインで配信していきますので、はい、ありがとうございます。では石田選手、後半戦向けてまずは意気込みを教えてください。個人なんですけど、今怪我してて、はい、まず治してチームに貢献できるようにやりたいなと思います。はい、そうですね。ちなみにどんな感じですか、リハビリテーション的なことは。いや、もう少しで走れるようになる。膝は良かったでしょうね。はい、はい、もう少しで走っていけるようになる。はい、そうですよね、少しずつ。でも元々あれですか、怪我しやすい膝。いや、そんなことはないです。今回、はい、珍しく初めてそうですね。はい、やっぱりコンディション上げていかないといけないと思うので、はい、ぜひあのレベル、リハビリテーションのレベルをぜひ上げていって、ピッチに出すことを期待しますので、はい、はい、ありがとうございます。ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちゃんと予定の神山選手に最後の1本残しましたので、はい、神山選手から後半戦への意気込みをお願いします。はい、まずやっぱりチームとして、1試合1試合、
まあ、残り7試合ですが、その1試合をまず集中して、まあ、本当トーナメントの気持ちで戦うっていうのが大事だと思うので、はい、本当にもう負けれないと思うので、そこは、チーム一丸でやっていきたいなと。でやっぱり、ね、自分たちだけじゃ勝ち切るってすごい難しいんで、やっぱり青森市民の皆さんの応援がやっぱり大事になってくると思うので、はい、スタジアムに足を運んでいただいて、ぜひ、僕たち選手にパワーを送っていただけたらなと思います。はい、大変ありがとうございます。ありがとうございます。まず、あ、確かやっぱり横山選手とのライフレギュラー、マウス争いというか、やっぱりキーパー得意の競争がありますけど、まあ、後半戦向けてその辺もこうぜひ神山ファンに、テレビカメラの前のファンに一言いただければ最後に嬉しいです。そうですね、僕も早く怪我を治して、はい、一試合でも多くゴールマウスに立てるように頑張っていきたいと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。ぜひコンディションを上げて、後半戦の力になってくださることを期待します。今日は大変ありがとうございます。結構無茶振りもだいぶありましたので、皆さんには大変ご迷惑かけましたけど、まあ、皆さんのキャラを引き出していくのも私の仕事だと思って、今日トークショーにお招きをしました。怪我をお持ちの選手もいらっしゃいますので、コンディションを上げるところからもありますけど、後半戦、まあ、巻き返しに、期待をしたいと思います。ライビル青森 FC のサポーターのためにぜひ頑張ってほしいなと思います。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。ライビル青森 FC の皆様、シーズン中のお忙しい中お越しいただきありがとうございました。それではぜひ配信してますので、カメラに向かって視聴の掛け声、目指せ J3 ということで、はい、ガッツポーズでお別れしたいと思います。わかりました。立っていただいて、目指せ J3 で最後締める感じで、はい、じゃあガッツポーズもいただいていいでしょうか。目指せ J3 って感じで J3、 はい、あ、そうですね、じゃあ、あ、そうか、はい、こんな命で、はい、じゃあ私が目指せって言ったら J3 って感じ でカメラあそこですので、会場綺麗な女性多いですけど、そっち見ないであっちを見てください。はい、では参ります。最後の締めで大きな声でお願いします。目指せ J3!